ギョ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 、さかなクンです。アジちゃんでございます。味はアジでもマジちゃんでございますね。マジです。食べるとうまい、美味しい味わいからアジという名前がついたと言われています。で、大好物はですね、ちっちゃな小魚、シラスなんか食べるんですね。あとはプランクトンですね。そういったプランクトンや小魚を見つけると、なんとお口がワン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 、うわーってこんな伸びちゃうんですよ。ではクレヨンでマジちゃんを描きます。さかなクン流なんですけど、お魚を描くときっていうのは淡い色からどんどん色をのせてきます。よく見ると黄緑に色がかかってたり、黄色に輝いたり、ブルーの美しさがあったり、本当にいろんな輝きがあるんですね。で、お魚を描くときはですね、忘れがちな部位があります。お鼻なんですね。鼻の穴、お魚にだってしっかりと鼻の穴が開いてるんですよ。こう縦に切り込んでこうついてますね。実は魚の鼻の穴っていうのは、多くの魚では片方に1対2つついてます。水が前の鼻の穴に入って、匂いを嗅いだ後の水は後ろの鼻の穴から出てく構造になってるんですね。お腹のところに筋が斜めに入ってるんですね。ちょっともう近くでこう見てた方がいいですね。あー、近い近い、これはいい。アジちゃんはですね、全国的に分布はしてるんですけど、海域によって、取れる水深によって、季節によってもですね、味も全然違います。初夏にとっても美味しくなるわけなんですけど、日差しが強くなってプランクトンも増えて、プランクトンが浮遊するために持ってる油をいっぱいゲットして、身に油がいっぱい乗ってきて美味しくなるっていうですね。かといって油がないとじゃあどうなのっていうと、さっぱりした上品な味わいで、これもまた本当に美味しいんですよね。旬は初夏だと思うんですけど、周年通していろんな味わいがもちろん味わえると思いますし、ヒレです。ピンと広げてヒレの数を数えたり、形をじっくり観察して描いてみましょう。白い発泡スチロールの上にお魚を乗っけますと、色がとっても鮮やかに発色がいいんですね。背びれの棘を立てまして、針でピンと、こそ第一背びれが立ちました。で、実はですね、ヒレビレのところにはトゲが隠れてるんですけど、2つあるんですね。これ2個あるんですよ。こうやってヒレを立てると随分雰囲気違いますよね。はい、じゃあちょっとこれでアジちゃんの特徴を描いていきたいと思います。行事です。行事だ。ドゥンドゥンドゥンドゥルルンドゥ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 ン、行事だ。すいません。はぁ、大変だ、早くしなければ日が暮れる。実家立山ですので、なんか家帰るとですね、漁師さんからお魚いただくことがとても多いですので、せっかくいただいたんだから記録だけ取っときたいなって思っちゃう派で、全長、体長、頭長、眼形、吻長、口の大きさ、体高、尾平、背びれの数と背びれの長さとかですね、全部測ってるとお魚カッピカピになってきちゃうんですね。それでは最後のお目目を描かせていただきたいと思います。近くで見ていただきますと、パッと見た目は普通にお目目がまあある感じなんですけど、これ実は膜がかかってます。視腱と呼ばれる膜ですね。こっちもですね、マジちゃんごめんね、ここもこう膜、よく見ないと気がつかない点でもあるんですね。ここもちょっと表現していきたいなと。お魚の目っていうのはですね、非常に透き通ってて綺麗なんですね。水晶体はまん丸、DHA が非常にたくさん含まれてますんで、食べる方も多いと思うんですけど、カリ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 かじってると真っ白い綺麗な水晶体が出てきます。ですんで、中が本当に綺麗なまん丸でこう透き通って見える感じなんですね。で、この透き通り方がマジちゃんですと水色にこう
輝いて見えたりするわけですね。でいよいよここに黒を足してきまして、黒を入れるとカッとこう引き締まるんですね。黒を入れまして、これで側面図ができました。キャキャン、せっかく側面を描きましたので、前後ろ背中お腹マジシャンの魚面図ですね、追加してスッスッスッとちょっと描いていきたいと思います。このアジシャンだけで夜中の3時4時とか全然大丈夫ですね。お魚見ると集中力はもう途切れないというか、ぜひともですね、お魚をじっくり観察して描いてみてはいかがでしょうか。あら、カピカピになっちゃった、ごめんなさい。チャンネル登録はギョ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 ッとこちらです。お願いいたします。